皆さんこんにちは。盛り上がっていく準備はできてますか。ドラゴンクエストは大好きか。新しい情報が欲しいか。いいですね、やっていきましょう皆さん。さあということでね、ここからはドラゴンクエスト3そして伝説へ、TGS2024 スペシャルステージ始めていきたいと思います。今日 MC やります、俺がジョイです。よろしくどうぞお願いします。いやありがとうございます。さあということでね、早速なんですけれども、一緒にステージを盛り上げてくれる豪華なメンバー、お呼びしたいと思います。皆さん大きな拍手でお迎えください。ドラゴンクエストの生みの親、堀井雄二さん、そしてタレントのゆいちゃん、ドラゴンクエストプロデューサー、早坂正明さん3名です。どうぞ。来ました、皆さん大きな拍手で。神が来た、神が。いいね、堀井さんすごい、パンパンだ。ありがとうございます。嬉しいですね、ドラゴンクエストの人気が伝わってきますよ。はい、さあということでまずお一人ずつ、挨拶いただきたいと思います。堀井さんからよろしいですか。あ、どうも、堀井雄二です。はい、堀井さんです。こんなに来てもらってね、すごい嬉しいです、うん、今日よろしくお願いします。どうも、はい、よろしくお願いします。さあ続いてはゲーム大好きゆいちゃん。はい、娘という漢字一文字でゆいです。よろしくお願いします。お願いします。そして早坂さんお願いします。はい、 HD2D 版ドラゴンクエスト3そして伝説でプロデューサーをしておりますスクエアニックスの早坂です。本日はよろしくお願いします。はい、お願いします。さあ本当にたくさんのお客さん集まっていただいてますが、堀井さん、ドラゴンクエストのね、こう、はい、僕イベントとか生配信の司会がもう3年ぶりで。そうなりますか。あのこう、12の12の発表の時にやって以来なかなか声かかってなかったんで非常に不安でした。あ、はい、忘れてまいした。全然ユージさんですよね。え、ダブルユージ。あ、僕はユージじゃないんですよ。あなたがユージ。僕が間違えられるユージはまた違うユージ。ちょっとそんな鉄板ネタ持ってたんですか。これ鉄板ネタね、あるのよ、堀井さんとはいろいろ回ったから全国を、ね、いやでも堀井さん本当にこうね、たくさんのこう人集まってくれてドラクエの人気愛感じますね。そうですね、本当にね、いいですね、すごい熱い思いひしひし感じてますね。え、今日皆さんいろんな新しい情報もね待ってると思いますので、一緒に堀井さんステージ盛り上げましょう、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、さあ、そしてですね、ここは、ゆいちゃんね、はい、ゆいちゃんがゲームこう好きになったきっかけがドラクエ3と。ドラクエ3を幼稚園の年中さんぐらいの時に初めてプレイして、うん、はい、でその時に私人生で初めて最初から最後までクリアしたゲームであり、うん、はい、もうそこでゲームというか RPG というか冒険の世界にどっぷりハマったんですよ、はい、でも当時4歳だったんで。4歳か、ピラミッドの謎が本当に分からなくて難しかった。もうずっとうろうろしたりとか、うん、お父さんと一緒にやってたんですけど、はいはい、お父さんにパフパフって何って真剣にお父さんに聞いちゃったの。問い詰めたりとか。気まずいね、お父さん。もういろんな思い出がいっぱい詰まってるんですけど、うん、はい、もういろんなリメイク版もやってきて、はい、今回も本当に楽しみです、ね、もう今ではもうパフパフのことは全て分かるというね。そんなことないです、ね、今もよく分からないです。分からないですね、はい、ファンタジーの世界ですね。、はい、じゃあ早坂さん、はい、ね、これ嬉しいですね、今日皆さんドラゴンクエスト3のためにこれだけの人集まってくれて、いやいや、たくさんの人来たいって言って本当にありがとうございます。本当に頑張って作った甲斐がありました。本当にありがとうございます、ね、今日皆さんステージ期待してますから、いろんなね、そうですね、情報だとか映像だとか、どこまで出しちゃおうかなって感じですけど、ね、はい、ちょっと様子見ながらじゃ出していきましょう。ではですね、皆さんここからは着席していろいろとお話聞いていきたいと思います。はい、さあ、つわりまして、いよいよですね、あと1ヶ月半ですね、1ヶ月半で発売となる本作なんですけども、まずはすでに、発表になっているゲームの情報からおさらいしていきたいと思います。対応プラットフォーム見ていきましょう。 Nintendo Switch、 そして PlayStation 5、 Xbox シリーズ XS、 Steam、Microsoft Store on Windows、ということで発売は2024年11月14日の木曜日で、 Steam のみ、11月の15日のね、金曜日発売となっております。で、原作のドラクエ3、ドラゴンクエスト3、そして伝説映画ファミコンで発売されたのは
もう36年前の1988年ですよ。ねえ、まあ、あの時の本当堀さんも映像とかニュースで出てきますけど、もう大行列で。そうですね。すごかったですよね。池袋からね、五国島まで行列ができたって話で。ですよね。僕も実あの時自転車でその行列見に行ったんですよね。ご自身も見に行った。見に行ったんですよ、新宿の淀川カメラ。寒い中ね、皆さん並んでくれて、すごい感激した思い出がありますね。ねえ、もうまあ並ばないとゲームを買えない時代でしたから、でも本当にすごいですよね、300万本以上売り上げたドラゴンクエスト3。で、そこからスーパーファミコンでのリメイクだったり、ゲームボーイカラーとかね、いろんな機種でリメイクされてきたんですけれども、今回 HD2D というね、表現方法を使いまして、マルチプラットフォームでリメイクされています。で、ここで、早坂さん、このね、HD2D って、はい、聞いたことあるけどよく分かんないなって人も多いと思うんですけど、うんうん、はい、どういうものなんでしょうか。はい、まあ、この HD2D っていうのはですね、あのスクエアエニックスのアスノチームという、まあ、僕が所属しているところが開発した、まあ、ドット絵と 3DCG というものを融合したグラフィック表現のことになっております。はい、まあ、このドット絵のキャラクターと、まあ、立体的になった背景というのを、まあ、ガチャッと組み合わせて懐かしくも、はい、でもすごく新しい現代的なビジュアルにしているというような表現手法ですね。やっぱ懐かしさありますもんね。はい、やっぱドット絵があるとすごく懐かしくなるなっていうのがありまして、はい、うん、でまあ、こちら2018年に発売されたオクトパストラベラーというタイトルから採用されまして、はい、まあ、今作、うん、ドラゴンクエスト3っていうのはこの HD2D タイトルでいうと5作目に当たるというところですね。はい、はい、ありがとうございます。さあ、そして堀井さん、はい、このね、同じ HD2D のタイトルとしてなんと来年2025年にはこれも皆さん楽しみなんじゃないですか、ドラゴンクエスト 1&2 こちらの発売も決定してるというね。そうですね、これもみんな楽しみだよね、はい、本当ね、楽しみですね。ありがとうございます。今まではね、まあ、1,2,3 と順番にリメイクしてきたんですけども、はいはい、そうですよね。今回はね、あのもういきなりやっぱり3に思い入れが強い人が多いので、はい、で僕もそうだったんで、もう3からやってもらおうと思って、まず堀井さんの思い出もある3から、3からリメイク始めて、はい、でも3やったらやっぱり1,2やりたくなるんじゃないのっていうんで、もちろん、そうなんです。それでまあ内緒にしてたんですけど、もうこう発表しちゃったみたいな感じで。そうですね、堀井さんがなんかうっかり言っちゃったんですよね。ポロリですね。ワンツーもできたらいいなっていうのをね、開発中ですね今ね。でもいいですね、はい、こうストーリー的にも3やって、はい、ワンツーやるっていうのはね、はい、ドラゴンクエスト初めてやる人たちもね、この順番でやるのはいいんじゃないでしょうか。でこれも堀井さんなんか驚く展開あるということですから、ワンツースリーでやった時に3で圧倒的展開があったと思うんですけども、はい、今回3から始めて、3,1,2と、まあ時間的にはその通りの時空的にその順番通りなんですけども、はい、多分そうやれば3,2の終わりでちょっとした驚きがある、発見があるみたいなものを付け足したんですね。はい、ね、そうそうそうなんですよ。まだこれ1&2の話ですけど、はい、はい、皆さんそちらもじゃあお楽しみと、はい、そうですね、いうことで、とりあえず3をやってもらって、はい、はい、ドラゴンクエスト 1,2,3 は物語そして冒険の舞台につながりが、ね、あることから作中で語り継がれる伝説の勇者ロトの名前を取ってロトの三部作、ロト三部作とね、いうふうに呼ばれています。今日ねこのステージ見てくれてる皆さん、ステージ終了後に、このロト三部作ノベルティシールプレゼントしますので、ぜひそちらねゲットしていただきたいと思います。ね、かっこいいですよシールレアですからね。で配信ご覧になってる方はねシールのプレゼントごめんなさいできないんですけれども、画面越しで見てる皆さんぜひねこちらの配信、楽しんでいってもらえたらと思います。でいいね、ゆいちゃんの持ってるやつね、これ ねこれ皆さん配りますから、はい、かわいいね、皆さん大事にしてくださいこれもらって。さあということでね、皆さん早速ね実機プレイの方に入っていきたいなと思うんですが、その前に少しだけ、紹介させていただきたいと思います。今日ねこのステージ遊んでいくのは PC 版のドラゴンクエスト3なんですけれども、パソコンと私有コーナーに置かれているモニターはマウスコンピューターさんから、お借りしております。今日のプレイで使うゲーミング PC は標準で3年保証がついている G-TUNE DG-AIGO G60、ホワイトカラーモデル、なんか復活の呪文みたいですね。 G-TUNE DG-AIGO G60、 はい、これゲームから動画編集までマルチに対応可能な高性能ゲーミング PC となっております。さらにゲームパッドはロジクールさんにお借りしてます。ロジクールゲームパッド F310 は多数のゲームをサポートし、馴染みのある家庭用ゲーム機と同じ操作性をパソコンで実現しているというものですね。はい、マウスコンピューターさんとロジクールさん本当にありがとうございます。はい、本当にありがとうございます。あ、これ皆さん拍手優しいね本当にね、
さあさあ、ということでお待たせしました。ここからいよいよプレイに入っていきます。でプレイは今日ゆいちゃんが、はい、ね、ドラクエ3大好きゆいちゃんがプレイしてくれるというわけなんですが、堀井さんどうしましょう。今日プレイしてもらうゲームの部分、ね、どこにしますか。あのとりあえず序盤からプレイしてもらおうと思うんですけども、はい、その前にどんだけ変わったかって言うんで、はい、まずファミコンの画面を見てもらおうと思うんですよ、はい、ファミコン版の映像をまず出す、はいはい、それをじゃあお願いします。はい、見ていきましょう。どうぞ。うわ、懐かしくない？懐かしいですよね。ファミコン世代の人もいるでしょ、全然。これなのよ。これだったんですね。懐かしい。これが、やばい、もう三十何年前よ。あ、ルイダの坂本くんだな。ルイダの坂本ですね。ルイダね、坂本。もう、あ、もうチャット欄も懐かしい、懐かしいって来てますね。トゥルテトゥルテって、この音も全部懐かしい。堀井さんが見ても懐かしいじゃないですか、やっぱり。懐かしいですね。あの頃をね、思い出すんじゃないでしょうか。ドラムでしたね。ねえ。それがなんとですね、はい。はい。まあ、それが早坂さんも今回はね、映像生まれ変わってるということですもんね。そうですね。この後見ていただくやつがどれぐらい今のと比較して変わってるかみたいなところをぜひ見ていただきたいですね。はい、そうですね。ファミコン版との違い、皆さん見ていきましょう。さあ、それではじゃあゲームプレイ入っていきたいと思います。広いまず広くないですか。おー、広いね。え、奥行きがある。はい、じゃあ早速ですけど、まずルイーダの酒場、ちょっと今ね、ご覧いただいたところせっかくなんで行ってみようかなと思いますので、はい、じゃあそこの北側のところに、はい、すごい、この技術の進化って30年余りで、ね、このね、街の光とかが本当に繊細ですよね。うわ、広い。お店もこんな立派に。いや、いいね、本当の酒場来たみたいなね、気分になるね。はい、じゃあ話しかけてみましょう。いらっしゃい。あ、ついにこの時が来たのね。来たのよ、この時が来たの。ボイスがすごい、こんな優しい。よく覚えているわ。しかもこのイベントは原作になかったやつですね。あの堀さんに全部監修していただいて、今回新規イベントとして用意されています。堀さんがちゃんと監修されてるんですね。もちろんです。いいね、ボイスいいっすね。やっぱ皆さんテンション上がりますね、これね。さて、喋るんだって結構驚きのコメント来てますよ、ボイスに対して。なんかイメージがまた変わりますよね。奥行きが出るというか。ここにはあなたの旅を助けてくれる冒険者たちがたくさんいるわ。うわ、いいな。必要なら私に任せてね。ルイーダの声いいな。こんな優しいお姉さんだったんですね。あ、ウインクした。これからはで、このあたりのアニメーションもドッターさんがこだわって作ってくれてますね、はい、それでは改めて。はい、というところでイベント終わってきましたので、じゃあ、はい、キャラを作りにちょっと2階の方に行ってみましょうかね、はい、ここに登録されてるのはプリセットの最初からいるキャラクターなので、まあ、まずやっぱ自分で作ってみたいだろうというところで2階に行ってみましょう。2階に行けばこのシステムを作れるという、はい、一緒なんですね。はい、そこも原作から変えていないです。はい、じゃあ2階に行って、はい、その左のおじさんですね。はい、ここでね、じゃあ名前はどうしましょうかね。せっかくだからどうする、パフパフで行く。せっかくだからやっぱジョイさんだったり。ジョイで行くの、いいですね、いいですね。ありがとうございます。すいません、本当にジョイ採用で、じゃあお願いします。名前の、ね、文字数もすごい増えてるんですよね。いけますね、うん、前4文字だったのが今こんな入ります。僕の本名 あのグリーンウッドの方でもいけますね。僕の名字グリーンウッドって言うんですよ。ジョイさん何になりたいですか。え、俺そりゃ戦士だべ。おー、そりゃそうじゃな いね、戦いたいよ、バチバチに。今回見た目がめちゃくちゃいろいろ選べるんですよね。そうなんです、まあ、せっかくじゃあルクス A 選んでいただくと、いい、ね、その中でさらに4種類あるというところで、はい、すごいね、このバリエーションも。そうです、一番ジョイさんっぽいのにしよう。一色鏡あたり今回8個の見た目が用意されているというところですね。ちょっとみんなコメントでジョイは遊び人だろうって書くのやめてくれ。元遊び人ね。結婚して落ち着いたから転職したんですよね。転職しました、はい。で、まあちょっと見た目選んでいただいて、さらに今回、はい、こんな感じで髪の色もちょっとギャルっぽくしようかな。強そうですね、すごくね。いや楽しい、これ本当に楽しいですね。いろいろ選べるんで、作れるんで、ここで時間かかっちゃう、うん、いろんなパターン作りたい。これはまあもちろん自分で決めますよ。
種ね、種をどこに使うかでね、これ正確出ますよね、うん、これ選手だと私結構スタミナに全振りしたいんですけど、いや確かにスタミナ最初に増やしとくのがいい、そう、その方が攻略的にいきますか、いける、うん、お、3だし、3だし、はい、1ね、お、全振りですか、お1、もっといい数字出るまで何回でもやり直すよ俺、やったー、あ、タフネス出ましたねタフネスになりましたね、使えるんですよ、はいはい、めちゃくちゃタフネス、タフガイ、はい、で今回ボイスも全部で18種類の中から選ぶことができるようになっております。戦闘中の回復とかですね、せっかくなんでちょっとサンプルを Y ボタンで聞いてみましょうか、いくつか、あ、試し聞きできるんですね、はい、試し聞きできます、聞こえるかな、聞こえるかね、 Y で聞けるんですけども、あ、お、聞こえてますね、おかっこいい感じですね、まあ、こんな感じでちゃんと選べる前にも聞いた上で、うん、ね、このキャラクターに合ってるか合ってないかみたいなのもやることができます、声をギャルにしようとかもできますよ、声をギャル、そうなんです、この見た目でギャルでもいけるんで今回、はい、いいな、お色気ももちろんできますんでね、これは途中では変えられないですよね、早坂さん、いけるっすか、実は途中でこの見た目とかを変更できる、あのホミチョっていう新キャラクターも実はダーマ神殿にいたりします、そうなんですね、そうなんです、じゃあギャルにしときましょうかね、あ、ギャルでいこうか、いいと思います、まあ、いいよ、はい、ギャルで、はい、派手だな、ジョイが仲間に加わった、いいですね、ジョイさん感な感じがありますね、はい、じゃあ仲間一匹作ったんで、せっかくなんでちょっと他のところも街見て回ってみましょうか、そうですね、まあ、あとあれですね、あの今回そうだ、新職業、そうです、新職業がいます、あ、はいはい、そうです、あの今あの戦士が選ばれちゃったんですけど、実は今回魔物使いという、魔物使い、はい、作ってもいいですか、はい、あ、もちろん、じゃあちょっとちゃちゃっと作ってみましょうか、魔物使い、そうね、魔物使い結構注目してる人多いですもんね、こう強いのかどうなのか含め、そうですね、堀井さんバランス的には結構やっぱ新職業なんで、はい、じゃあ名前をユーボンにしてみますか、ユーボンで、ユーボンにします、やっぱ堀井さんといえばユーボン、ユーボンですね、ユーボン、ユーボン、はい、で終わって魔物使いで、はい、はい、魔物使いユーボン、やっぱ新職業ってなると、うん、せっかくなんで皆さんにね使っていただきたいので、うん、ちょっとチョークしちゃおうかみたいな話なんかも、はい、開発の中で堀さんとはしてましたね、はい、はいはい、見た目がこのような感じになっております、はい、どれでも OK です、これが強そうだな、はい、おなんか武将みたいなそうね、そうですね、うわこれ髪の色いいな、いろいろあんの、ね、あ、すごい、堀さん何色がいいですか、じゃあ紫にしましょう、紫、はい、いいですね、いいですね、じゃあ種は僕ね結構叩くの好きなんで、力の人が力に、力の種、力で、力で、ガンガン力で、あ、ゴリゴリに、うん、ゴリゴリに力が上がってますね、いいですか、バランスよく振らなくて、あと素早さも、あー、やっぱスピード欲しいですね、スピードサイエンス、実は素早さ重要なんですよ、はい、先に先制攻撃できるんで、すばしっこい、いいですね、いい、声はどうしますか、声どうしましょう、じゃあひょうきんにしましょう、ひょうきん、はい、いいですね、これ楽しいね、はい、こういうの決めてる時間が一番楽しかったりするんだよね、これずっとね、そうね、ここで悩む人はね、永遠に悩むと思う、そうなんですよ、ね、なかなか冒険に出かけられないっていうね、そうそうそう、さあ、うわ、いいね、じゃあこのせっかくなんでちょっと街もね見て回ってれば、うん、いやもうあの宝箱をスルーする神経が俺はもう分かんないいやこれいいんですか、開けちゃって、なんか全然どうぞ大丈夫、開けようよ、これ気になるよ、得点だった、こちらの、ね、はい、得点宝箱、得点だった、はい、なので DLC とかはこちらで受け取っておいていただくような形になります、せっかくだから話そう、あー大事そういうの、うん、冒険の心得、え、どこ行ってもいいですか、そうですね、もう全然もうお好きなところ行ってください、ちょっとじゃあ街探索行く、え、私お家実家行きたいです、あ、実家 ね、 実 家、 ね、実家は落ち着くからね、お母さんがいいよね俺も群馬帰りたいな高崎、じいちゃんとお母さんがいるはずですね、え、なんかでかくないですかあれ、こんな立派な実家だったんだ、豪邸じゃん
そう、やっぱ街を広くするっていうところでこうね、お家も立派になりました。いいね。お母さん。ただいま。できました。あー、こんなに心配してくれて。そうなんですよ、一人前入社になりました。うん、あ、みんなで実家に泊まって、はいはい。え、私実家に来たらすごいやりたいことがあって。お、お、なんだ。あ、ここは調べられる。いや、私実家の本棚がどうしても気になって。うん、そうですね、そこはまあちょっと今回は何もなかったですね。皆さん気になってると思いつつ、はい、2階に行った自分の部屋で何かあったか分かんないですけども、実は。うわ、え、これもしかして井戸入れるかな。あ、もちろんもちろん入れますよ、はい、アリアハンの井戸ってことはもしかして、あ、井戸こっちか。 あ、ミニマップが出てる、ちゃんと。はい、ミニマップを見てるんで、これ見ながら行けば分かりやすいですね。分かりやすい、はい、広いな。壺とかも調べてもらえれば。水きれい、キラキラしてる。これ全部、はい、早坂さん全部調べちゃって大丈夫なんですか。あ、もう全然。本当ですか。今日は行きましょう。ダメなところないよ、ね、行きましょう。井戸怪しいですね。はい、じゃあまあ井戸ちょっと違う。入りましたね、井戸。どんな感じになってるかっていう。井戸広、広いですよね。広、え、え、本当にこれ井戸の中。俺の知ってる井戸じゃないんだけど。井戸です。自分が住んでる町にこの広さの世界が、井戸が広がってたら、なんだこのワクワクする井戸は。うわ、広すぎない。はい、でおじさんがいますね。メダルおじさん、メダルおじさん、そういましたね。すでにここにいますね。いや、ちょっとすごい、はい、さあ、そろそろお時間ですかね。ゆいちゃん、お時間だ、お時間ですかね。まだ行きたいところがいっぱい。いや、もう止めてください、プレーを。もうストップってカンペ出ましたよ。ダメですか。あ、抗ってる、抗ってる。怒られる、怒られる。ここまでというところで、白も行きたい。序盤プレー、ここまで。皆さん拍手。いいですね。でもグラフィック含めいろんなシステム、こう楽しさ伝わってきますけどもね。はい、さあ、じゃあ堀さん、まだこう実機プレイができる時間が、あ、まだあります。あとね、15分ぐらいはあるらしいんですけども。じゃあやっぱり戦闘とか見てみたいですね。そこ見たいですね。じゃあ今回特別ですね。どこ行きますか。とりあえずファミコン版のこの画像を見てもらって、はい、これ想像してもらって、ここがこうなったところで、はい、まずこの動画を見てもらいます。じゃあまずちょっと動画見てから、はいはいはい、懐かしいシーンですよ。はい、ここに何があったかみんな覚えてると思うんですけども。うわ、ガルナ、ガルナと、ね、ガルナのと、はい、ここにはあるものがありましたよね、はい、この曲懐かしいな。悟りの書、もう行っちゃいましたね、悟りの書ね、はい、これあるんですよ、こういう塔で。この屋根も結構当時苦労したんですよね、はいはい、見せないようにするためにこういう視点も考えてみたいな。そうなんですね、そして種を手に入れてというね、はい、はい、そう。じゃあ堀さん、それが今それがこうなったっていう、ファミコン版のガルナの塔を見ましたけども、はい、それがどう変化したのか見ていきましょうか。じゃあやっていきましょうか。はい、もうすごい上にちゃんと美しい外観からしてすごいですよね。綺麗、川もいいな、うん、拍手いただきました、ありがとうございます、すごい、みんなすぐ拍手してくれる、優しいね、ありがとう、ありがとうございます。拍手したくなるよね、これ全然違う。え、こんな立派な、いや、なんかもうさっきの映像と比べると堀さん感動しますね、もう。そうですよね。あ、でもちゃんと瓦礫が、いや、ファミコン版でもあんな面白かったのにさ、どうするよこれ。あ、エンカウントした。おお、さあ戦闘シーンです。あ、特技結構ある。どうする。あ、ディーンある。ドラクエ3ってディーンなかったですよね。あれ、いや、これあったんじゃないですかね。多分ね、ただのディーンはなかったけど。あ、なるほど。 あ、そうか、ライディーンか。すごい、うわ、いいね、このもう戦闘 BG もテンション上がる。お、はい、大口橋倒したよ。お、今の魔物使いの技ですね。はい、ギラを唱え、唱えられ、あ、逃げた、行け、ジョイのバギマン。おー、倒しきれない、演出がめちゃくちゃ派手。倒しきれなかった、俺のバギマじゃ。かっこいい、悔しい、ジョイっぽいな。倒しきれなかった。あ、シスターいる、ちゃんと。
このあたりちゃんと原作を、はい、尊重して、はい、作ってますね。やっぱりこれしか言ってくれないんだ。そうです、ここも尊重してます。もうね、セリフはね、結構前のままですね。はいはい、あ、ね、旅の扉も。これ早坂さん、あの敵キャラの HP とかそういうのも変化あるんですか？あ、そうです、やっぱ今回特技が追加になってる分、はい、敵のパラメーターとかっていうのはちゃんと全部調整を入れて。まだ調整入ってるんだ、はい、でそこも堀さんにがっつりテストプレイしていただいて、はい、バランス調整してますんで。結構ね、はい、雑魚戦もね、はい、もう歯応えがあるらしいですね。いや、なんかそんな感じしますよね、前より HP 上がってるのかなっていう。油断するとすぐ全滅しちゃうみたいな。あ、やばいやばい、どうしよう。ね、これってバトルスピードを変更、あ、そうなんです。今回あのやっぱ遊びやすさをね、快適にしたいというところからバトルスピードの変更機能も入れてます。今普通なんですけど、これが実は3段階やって、速いと超速いっていうのが。じゃあ速い、すごいですよ。ちょっと速いにしましょう。多分速いにした方がいっぱいプレイ見せれるから。確かに速いに変えますか。じゃあこれ倒して、鳴き声が。そうですね、鳴き声とかもやっぱサウンドを結構口から入れてやってますね、うん、あとあれです、これモンスタードット実は全部手打ちです。全部手打ちで、職人のドッターさんが全てのモンスターの全てのアニメーションを全部手打ちです。めっちゃ時間かかるんじゃないですか。すごい大変なんです。そうですよ、ね、うす、やられっぷりもいいですよね、モンスターも ね、ガルナの塔なのにもうヒャダルコ覚えて、ね、結構レベル高いです、ね、じゃあこれバトルスピード今変える、変わってるんですか、もう。あ、今変わってます。戦闘中で早いにしてる。あ、これは混乱させず、重ねたくないな、どうしよう。あ、結構強い。結構やばいかもしれないですね。おー、強い。あ、よかったよかった。お、さばきの杖、さばきの杖、さばいてやれ。さばきました、ね、はい、しっかりさばかさせてもらいました。はい、ありがとうございます。あれあれ、一回ここ外出るマップじゃなかったっけ、こっち。あれ、よく覚えてるね、ゆうちゃん。 ね、すごい記憶。外に出てみたいな感じの。あ、あ、そう、これね、この網田を想像して作ったんですよ ね、 これね、ここ緊張したな、渡る時。グラフィックすげー、すごい綺麗になって。あ、ちょっと待ってください。いや、もうこいつ確かニフラム効くんですよね。3種類出てきた、3種類。どうしよう。あ、これ一回命令させてもいいですか。あ、でも急いでるもんな。急いでるから一旦じゃあそのまま行きましょう。はい、ヒャダルコ。あ、全部は倒せない。お、強い強い。こいつが強いんだよな。スカイドラゴン強いぞ。スカイドラゴンニフラム使いたい。ほら全然効かないもん。ほら全然いけそうですよ。いける。あ、ほらまだ、うん、やばいやばいやばい。おっと、萌えさんの体温を勘弁して。ちょいさん頑張って。よし、よっしゃ。倒した倒した。危なかったですね。ちょっとこれは一回回復をしましょう。そうですね、あの、うん、便利なコマンドがあるって聞いたんで。そうなんです、メニュー開いていただいた、あのほぼ満タンってこの Y ボタン長押しでも一発でぴょろっと、ほぼ満タン。 Y ボタン押すだけですか。おー、便利すぎる。サクサクと回復もできますんで。しかもほぼ満タンだから何か使いすぎるとかもないんですよ。そうなんです、そここだわりました。これ時短もできるしね。アイテムケチるタイプなんで助かります。完璧満タンだとね、こう MP 無駄にしちゃうんで。いや、そうですよね。まあ9割ぐらいでいいかなっていうのがほぼ満タンなんですよね。めちゃくちゃいいシステム。 あれ待って、うわ、え、これ階段の位置とか微妙に変わってるな。うわ、覚えてるんですよ、すごいですよ。覚えてます。ねえ、もうゆいちゃんちょっと詳しすぎて怖くなってきたわ。いや、私ここメタスラが見てめちゃくちゃ来てたんで。めっちゃ詳しい。メタルスライムが出るんでね、めちゃくちゃお世話になってたんですよ。なるほど、経験値ね。いや、いいな、モンスターの動きもいいね。おお、あ、死ななかった。これ楽勝です。おお、味方が頼もしい、うん、ねえ。おお、なんか階段の雰囲気もだいぶ違う。お、宝箱だ。
開けよう開けよう。あ、待って待って、ちょっと待ってね。なんかしようとした。 A ボタン、はい。お金を、いいね、お金、ゆいちゃんお金好きだもんね。大好きです。ねえ、株もやってるしね。投資もやってますから。バラさないでください、はい。だいぶ登ってきましたね。あー、出ましたね、メタルさん。さあ、何匹倒せるか。レベル上げようぜ、ね、上げようぜ。ちょっと待ってください。1匹も逃がすなよ。ごめんなさい、ちょっと、これ。ここはね、命令させろで。削っていこう、削っていこう。これやっぱ物理の方がいいですよね。そうですね、これは攻撃ですかね、攻撃が良さそうに。ただスカイドラゴンも気をつけてよ。あ、やばい、そっか、燃え盛るかましてくるから。見えてなかった、もうメタルスライムばっかり見えてた。大丈夫、2匹は、2匹ぐらい倒そう。よし、当たった当たった、頑張れ、ジョイ。よし、倒れたか、ホリーさん。落ち着いて。ちょっと待ってください。あ、だいぶ赤いですね。あー、いや、ちょっと待ってください。なんかアイテムで使えそうなのないかなって思ったんですけど、ちょっとなさそうですね。なさそうですね。攻撃で、攻撃で。メタルスライム A を料理しちゃおうぜ、うん。いや、やっぱ一旦。お、よっしゃ、残りましたね。のんきに攻撃してきたよ。あー、逃げない逃げない、大丈夫。おー、おー、よかったよかった。一匹は、行きましたね。もう一人、一人、一人。待って、本当にないか、ちょっと待ってください。いや、まあでもないか。バンバン削って言うじゃん。いや、なさそうだな。もうノーマル攻撃。あー、逃がしちまった。あ、あー、早さかさん、私めが、私めが息絶えましたね。早坂さんが結構レベル足りてるはずですけど、かなりやっぱり結構死んでるの、やばいね。早坂さん大丈夫か、大丈夫かな。やっぱ2札も使えます、普通に。ごめんなさい、ベホエミね。ジョイ、あ、ジョイさん、何してんのよ。おっと、あ、嘘、聞かなくなってる。まだ39なのに。そんなことある。まだまだ行きたかったよ。もうまさかの全滅という流れに、ちょっと勘弁してよここで。頼む。やっぱこうメタルスライムでこだわりすぎるとこうなるのかもしれない。そうだね、これだね。やった、よかったよかった、よかった。記憶を頼りにしてこれで聞かなかったらどうしようかと思った。危ない。葉っぱとか持ってないから、世界中の葉とか。めちゃくちゃイライラした。もう生き返れないでしょ、俺。そうですね。俺も早坂さんももう。ああ、もうそうなんですかね。おしまいだ。あ、ザオラル覚えてないんで、これは、こっから動くの、あれですね。なかなか大変ですね。あ、ザオがある。ザオがある。ザオある、そうだ。あ、ザオ、ザオ、ザオ。ザオで。ジョイから、ジョイからね。やったー。やったー。早坂さんも、頼む。よっしゃ、みんなちっちゃい拍手ありがとうね。あ、いけ。ジョイが生き返ったのに拍手がちっちゃい。もう一回。あ、もう一回、もう一回、お、あ、やっぱいけました、よかったよかったよかった、いけました。これでもう満タンやれば、そうです、今回ザボをね、新しく、うん、あの堀さんと相談し、実は、ね、ちょっと今回から追加されてる呪文ですね。ちょっと HP 増え、ちゃんと回復して、ほぼ満タン、ありがとう、立ち直りましたね、はい。危なー、ヒヤヒヤする。これで上に行きましょう。残り時間でどこまで行けるか、もうぼちぼちという案内が来ましたが、上まで行きたい、悟りの書を手に入れたい。お、待って、お、お、ここ、もうすぐだ、これですね、ここ渡って、つながったりして、気がする。お、ああ、分かりやすくなってる。お、行けますかね。優しい、分かりやすくなってる。優しくない。そう、落ちるというね。こっちだよって、ここで降りるの私も最初ずっと気づかなかったもんな。というところで、なんと宝箱が、え、あれ、どこだ。あ、そこの下ですかね、行ってみましょう。ある、あるかな。ちょっと今ドキドキしてますよ。頼む、やめてよ。それで右の方を行っていただいて、あった、見えましたね。見えたよ。今見ましたね。開けたら薬草じゃないでしょうね。やめてくださいよ。あ、ちょっと待ってくださいね。作戦を変えよう。もう逃げちゃえば。せっかくだからガンガン行こうぜ、で行けますか。あ、これ一番下の全員ってやると一気にできますよ。そんな便利なことができました。はい、これでガンガンで、まあ、全員あのもう命令今つけたんで、はい、これでほぼオートバトルみたいな感じ で、これとさっき の、 あの超速いなんかを組み合わせていただくと、かなりサクサクとバトルをすることができるようになります。 DK ジョイのバギマ、よっしゃ。
さあ、あの宝箱が本当に悟りの書なのかって話よ、これ、はい、これ違ったら本当に早坂さん、ただじゃ済まさないでしょ。いや、本当に超ドキドキしてます。やったー、たどり着きましたね。おめでとうございます。よか、安心しました、堀井さん。よかった、悟りの書。結構難しいですよね、ここ ね, ね。さあ、悟りの書、うん、堀井さん、これ今作何個あるのかとかは今回ね、言っちゃっていいのかな。あの、まあ最初はファミコン版1個だけ用意して、そうですね、モンスターレアで落とすのがあったんですけども、まあ通販で増えましたもんね。通販でスゴロク上に1個って、はい、で今回実は3つあります。お、3つ3つ3つあります。3つだって、みんな悟りの書。これ聞いていいのかわからないんですけど、あの堀さん、あのスゴロクってスゴロク上ね。いや、だからそこで結構気になってる人多いんですよ、堀さん。スゴロク上実はね、なくなってます。オーマイガー。あのスゴロク上ね、本当ね、いろいろ時間かかって、あのこれね、発売日、スゴロク上作るのに発売日伸ばすのもなんだろうって話になっちゃって、そうか、この両天秤でとにかく先にや早くやってもらうことで、もう泣き泣くスゴロクを切って、本編の方に力をもう、うん、そうですね。まあでも、ね、皆さんにやっぱり早くね、ドラゴンクエスト3プレイしてほしいということでですもんね。はい、で最後ちょっとだけなんか今チラ見してますけど、すごいところに出ちゃったんですけど、ちょっと触ってみましょうか。今早坂さんが帰ろうとしたら、ちょっと左へ行ってみるといいよってこそっと耳打ちしてくれたんですよ。そしたら、ね、今回なんか飛んでますよ。格闘場がなくなった分、話しかけていいですか。あれバグじゃないの、早坂さん、はい、いや全然大丈夫です。バグじゃない、全然違います。お、ミュウこれまさか仲間に、にゃっ、モンスターバトルドローっていうのが追加されてるんで、はいはい、こういうふうにモンスターを捕まえて仲間にして戦うことができるんですよね、はい、こんな塔の中とかにも普通にいるんですね。そうなんです、いるんです。で実は魔物使いなんですけども、魔物使いてると捕まえやすいっていう。そうですね。じゃあ職業によってモンスター捕まえやすい、捕まえづらい、魔物使いないと今の逃げちゃったかもしれないですね、今みたいに会えたのに仲間にできなかったらすごい悔しいかも。そう、そうね、まあ、ちゃんと逃げても、あの捕まえる手段というのは別で用意はしているので、ただ魔物使いがいると捕まえやすくなるっていう、はい、あれ早坂さん、モンスターがいる場所位置はランダムなんですか、決まっているんですか。あ、はい、決まった位置にいて、で魔物使いが持ってる野生の勘みたいな特技を使うと、はい、このマップにはいるよとかっていうのも分かったりとか、へー、そういった意味でもすごい、はい、それ今試しに超速いにしたら超速くなりました。さあ、ということで、はい、ゆいちゃんゲームね、そろそろお時間が来てしまったということで、はい、ここまでですかね。ねえ、はい、さあ拍手、はい、ありがとうございます。さあ、だからこうね、早坂さん、魔物使いをねパーティーに入れていくかどうかとか、いろいろこうみんなイメージしながら悩んでた人も多いと思いますけども、はい、うん、こういうメリットもあるわけですね。そうです、そうです。あの、やっぱ新職業なんで、はい、いろいろねメリット追加したよねってところで、堀さんとお話しして、はい、いろいろ詰め込みました、はい、結構魔物使い強いです、はっきり言うと。強いですか。あ、強く、強くなってます。うん、まあ今のねシーンなんか見てたらやっぱり使いたくなるなっていう感じがしますけどもね、はい。さあ、ということで、ゆいちゃんね、プレイちょっとしてもらったけども、はい、どう。いや、もうびっくりしました。あんなにも入り浸ってたダンジョンなのに、うん、やっぱりすごい新鮮ですし、うん、あとやっぱ懐かしいって感じる部分も確かにあるんですよ。あのドットの中に私このマップを絶対に見てたっていう、あ、そういう映像がいっぱい、ね、あの細い紐は絶対に私も辿ってたし、うんうんうん、っていう懐かしさもあるし、新鮮な驚きもあるっていう、なんかすごい不思議な体験でしたね。え、本当にこう素晴らしい生まれ変わりを見せたというか、いや、早坂さんさすがっすね。ありがとうございます。これね、本当みんな笑顔で見てたし、いやいやいや、そうですね、お届けするまでちょっと時間かかっちゃったんですけど、本当にその分頑張りましたので、はい、ね、いやでもね、堀さん、結構僕もそうですけど、皆さんも多分今のゆいちゃんのプレー見てて、はい、早くプレーしたいなって気持ちになってきたと思いますよ。ですよね、うん、はい、やっぱりね、早くやってほしい、僕も。そうですよね、楽しみですね、プレーするのがね、はい。さあ、ということでね、皆さん、ここからはね、ちょっとお知らせ入っていくんですけども、もうめちゃくちゃ長いです、ぶっちゃけお知らせが。聞いて、ちゃんと頼むね。で、ゆいちゃん長いから、ちょっともう交互にやろう。そうしましょう。めっちゃあんのよ。じゃあ頑張ります。さあ、ということでお知らせです。はい、スイッチ PS5 の特別版、アクリルブロックブック型収納ケース付き商品、はい、まずはグッズ付きの限定版についてご紹介です。ドラゴンクエスト3、そして伝説へ、勇者と旅の仲間コンプリートセットプラスブック型収納ボックス、こちらは HD2D 版のパッケージソフト1本、
キャラクター&モンスターアクリルブロックコンプリートセット、そしてブック型パッケージ収納ボックスのセットということになります。でブック型パッケージ収納ボックスの内側にはソフトが2本入るようになっているんですが、今回発売する HD2D 版ドラゴンクエスト3のソフトと、で来年発売予定の HD2D 版ドラゴンクエスト1、2のソフトを並べて収納すると内側のイラストが完成しますよっていう風なね作りになっております。なお各限定版については、スクエアエニックス、e ストア、ローソン、ロッピー、HMV のみ取り扱いの数量限定商品です。皆さん、e ストア特典はですね、特別カラーのピンズ、ロトの剣とデジタル、壁紙2種ということになっております。でローソン、ロッピー、HMV 限定特典はマウスパッド、ロトの紋章で、ロトの紋章がデザインされた 21cm×18cm のマウスパッドということになっております。はい、でこれ、ピンズ、ロトの剣っていうのは早坂さんが今日胸にね今つけてるんですよ。お、あ、かっこいい。そうなんです、この抜けますかね、すごい、こちらについております。はい、ね、おしゃれですねこれね。はい、さあ皆さん、特典や商品の詳細については各予約サイトにてご確認いただけますのでね、ぜひ QR コード読み取ってみてください。お願い、はい、あとこの収納ボックスとかピンズっていうのはあちらのショーケースにも飾ってありますので、よかったらこのステージ終わりに見ていってください。はい、はい、皆さんぜひぜひお願いします。では続いてはこちらです。はい、 V ジャンプブックスドラゴンクエスト3そして伝説へレジェンダリーガイドブックがソフト発売と同日の11月14日木曜日に発売されます。買いたい、ね、やっぱ一緒にね攻略しましたもんね。そうなんだよね、攻略もね大事だったよね。大魔王まで導くマップやデータ、新要素まである魔物使いやはぐれモンスター、モンスターバトルロードのデータもバッチリ掲載。鳥山明先生イラストギャラリーでは過去に鳥山先生がドラクエ3のために描き採用されたイラストを全て網羅、全て、堀井裕二さん、そして早坂正明プロデューサーとの対談では HD2D 版について語ってくれた他に、ファミコン版制作時の初公開の制作秘話もということで、こちらですね、序盤、冒険の序盤で役立つ2つのアクセサリーを先行入手できるデジタルコードを封入されているそうです。はい、皆さんこちらもチェックぜひお願いします。さあ続いていきましょう、こちら書籍ですね。はい、ここからスクエアエニックスドラゴンクエスト3そして伝説への関連書籍2点のご案内。まずはドラゴンクエスト3をテーマにした絵本、ドラゴンクエスト3遊び絵本、我がクエストで楽しむが良いのご紹介です。今作でもね、ドラゴンクエスト3の世界やキャラクター、モンスターなどが、多数登場する迷路、間違い探し、パズル、モンスター探しなどなど、ゾーマが繰り出す数々のクエスト、まあ、問題ですね、こちらを解いてみてください。子供たち楽しいんじゃないでしょうか。12月14日発売。そして2冊目いきましょう、 HD2D 版ドラゴンクエスト3そして伝説への公式ガイドブックということになります。ゲーム内でぬいぐるみと悟りの書がもらえる伝説のイメチェンセットのアイテムコードが皆さんついてきますよ。勇者の冒険をバックアップするドラゴンクエスト3そして伝説へ公式ガイドブックは12月16日発売となってます。でこれ皆さん2冊ともですね、スクエアエニックスの e ストアですでにもう予約できるようになってますんで、ぜひぜひお買い求めくださいということでね、ドラゴンクエスト3の関連書籍のお知らせでした。さあまだいきます。はい、続いてはこちらです。HD2D 版ドラゴンクエスト3そして伝説への発売を記念して、神田田ぬいぐるみなど関連グッズが続々登場です。こちらドットぬいぐるみクッション、ファミリーコンピューター版ドラゴンクエスト3のドットがクッションになって登場です。神田田来た、神田田、神田田だ神田田が来た、びっくりした、神田田の実写が来た、マッチョはすごいね、すごいからですよね、本人来ちゃうんだ、ね、びっくりした、びっくりした、仕上がってるな大丈夫ですか、何か盗まれません、大丈夫だと思うんだけどね今日はさすがにこんだけみんな見てるし嬉しいな、あえて。さあゆいちゃん続けて、いいよ。はい、ドットぬいぐるみクッション、ファミリーコンピューター版ドラゴンクエスト3のドットがクッションになって登場です。勇者、戦士、賢者、魔法使いの4職業展開、これかわいい、ゲームの共にいかがでしょうか、欲しい。そしてそしてさらにモンスターぬいぐるみ、そしてドラゴンクエストステンレスカップ、
ドラゴンクエスト、ポチ袋、のし袋、ロトの紋章など今日はいくつかサンプルを持ってきていただいていますよ。はい、ちゃんとこういうのも手伝ってくれるんですね、神田さんはね。協力的ですね。協力的なの、いい人なのよ。目はいい人なんです。いい人ですよね。許した甲斐があったな、はいはい、今日ご紹介した商品はスクエアニックスのeストアで予約受付中ですので、ぜひチェックしてみてください、うん、また一部商品はブースにて展示を行っておりますので、ぜひご覧ください。はい、さあ続いてこちらです。皆さん、ドラゴンクエストの福引き状、はい、これ HD2D 版ドラゴンクエスト3、そして伝説への発売を記念した新作くじ、ドラゴンクエスト福引き状スペシャル、ロトの伝説編、こちらがですね、全国のローソン、HMV、スクエアエニックスのオフィシャルショップなどで11月15日から順次発売予定です。1回750円になります。例えばね、こう明るく照らしましょう、冒険の章ライトとか、これは冒険の章をイメージしたブック型のライトですね。はい、さあこれ開けますか。開いてくれました。すごい、ロトの紋章になってる。こういうのがあったり、さあさらにですね、最後の1枚で獲得できるアイテムとして、最後の1枚で章、ロトの剣、ロトの盾、スペシャルメタリックブルーバージョンが登場。ここでしか手に入らないカラーの商品ということになっております。これあれ、すごい赤がねありますけども、これね、くじ券についてる、応募番号をエントリーしてエンタメチャンスキャンペーンに挑戦していただいて、ロトの剣、ロトの盾、特別カラーバージョンが当たるチャンスということなんですが、この赤があれだよね、早坂さんのピンと。そうなんです、このピンと、はい、同じ。なんか見慣れないですね、この赤っていうのはね。そう、実はこの赤もね、堀井さんね。そうなんですよ、ね、まあ、あんま言わない方がいいから、これはね、これちょっと言えないです、さすがにちょっと言えないですけど、これ発注ミスじゃないんですか。そうなんですね、発注ミスじゃないですよ。いや、これ絶対ストーリーに関係してる、ある伏線になってるみたいな。そうですね、ダメです、本当にダメです、これ本当にダメです。ちょっと、はい、いつか明らかになるかもしれないです、はい、たまにポロッと堀井さん言っちゃうから気をつけてください。本当に本当ダメですよ、はい、ね、ういう。さあ皆さん、じゃあこの詳細続報も楽しみに。さあゆいちゃん、はい、お願いします。はい、続いてはこちらです。そして兵庫県淡路島二次元の森で開演中のドラゴンクエストアイランドにて、このドラゴンクエスト3の発売に先駆けて、10月5日土曜日から大魔王ゾーマと始まりの島が復刻します。イエイエイ。園内で体験できるサブクエストのリニューアルや新プレミアムチケットに玉ねぎスライムリュックが追加。さらに大人気のドラゴンクエストくじドラクエアイランド限定バージョンも新登場します。まだありますよ。これまた大人気のホテル淡路島グランシャリオに併設されているコラボルーム、スライムの虚空に加えて全体を和のテイストで統一した新しいコラボルームが11月1日金曜日からオープンします、はい、皆さんぜひドラゴンクエストアイランドにも注目してみてくださいね、うん、以上お知らせコーナーでした。はい、ありがとうございました。さあということでね、もうエンディングのお時間なので皆さん一回前に出ましょう。はい、はい、さあさあということでね、もう終了の時間が、来てしまったんですが、皆さん楽しんでいただけましたかね。えいろいろと、皆さん楽しんで盛り上がったんじゃないでしょうか。さあということでね、最後に一言ずつ出演者の皆さんからいただいていきたいと思います。じゃあまずプレイしてみた、ゆいちゃん、はい、今日どうでした。いや、最後あまりにびっくりして魔物が出てきた衝撃で悟りの書の話もう話半分になっちゃって本当はなんかリムルダールで手に入るのかとか赤い貝で手に入るのかいろんなこと聞きたかったんですけど、うん、ちょっともうそれは後日あの裏でそうね、まあ、今回悟りの書3つ手に入るという情報がね、はい、出ましたね。いや、本当にプレイしてみて思った以上に街の繊細な表現だったりとか、あとやっぱり仲間の後ろ姿を見ながらプレイできるっていうあの一体感というか、うん、それがすごく新鮮で、なんか懐かしいと新しいが同居したすごい新鮮な体験になってて、なんか記憶をリセットしてプレイしたいってよく言うじゃないですか、うん、まさにそんな体験がまたできるなんてっていう感動がすごくありました、はい、ね、新しくプレイした世代の方とかとも一緒にドラクエ3の話ができるのをすごい楽しみにしてます、はい、うん、いいね、興奮して早口になってたねでも興奮しちゃうよね、すいません、はい、さあ続いてじゃあ早坂さんお願いします。はい、本日はご覧いただきまして本当にありがとうございました。ご覧いただきまして本当にありがとうございます、はい、あの皆さん気になっているアドローは堀さんがさっき話されてたこの3-1-2の新しい展開というところについて、あのまだ言えることはないんですけども、こちら皆さんにやっぱり議論してほしいとかあの考察をしてほしいっていうところから、実はこの本作のドラゴンクエスト3では、うん、あのネタバレ禁止区間とかキャプチャー禁止区間っていうのを設けていないんです。
っていうぐらい、あの何かがありますので、ぜひそこご期待ください。あのとてもいいものになってると思いますし、そこを、はい、あの皆さんにびっくりしてもらえるっていう確信がありますので、はい、うん、そこご期待しつつ本作プレイしていただけると嬉しいです。本日はありがとうございました。はい、早坂さんありがとうございます。さあ、ということで最後はドラゴンクエストの生みの親、堀井雄二さん、いただいていいですか、メッセージ、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、発売までね、あと1月半ぐらいなんですけども、まあ、本編の方はいろいろもうプレイして見てもらったんです。実はですね、あのこのリメイクでは僕の当時作った性格判断の、はい、も入ってるんですね。冒頭にプレイヤーの性格判断するって、これ結構ね、うん、当時結構気合い入れ作ったんで、はい、それもぜひ体験してもらって、いろんな感想を聞きたいですね。はい、それも楽しみです、すごく、はい、発売してからのみんなのリアクションね、はい、楽しみですね。もう発売までね、ワクワクしてもらって待ってもらったと思います。今日どうもありがとうございました。はい、さあ、そして、早坂さん、なんか受賞今回そうでしたされたということで、実は今裏でですね、あの日本ゲーム大賞というものがやってまして、なんとこの度このドラゴンクエスト3があのフューチャー賞フィーを獲得しました。ありがとうございます。ちょっと持ち方が独特すいません、テンパりました、持ち方の方ですね、うん、はい、ありがとうございます。無事いただきました。すごい、本当なニュースですね。そうです、ね、すごいですね。ユーザーの皆さんの投票で選ばれるやつなので、あのすごい本当に光栄なことです。ありがとうございます。いや、これ堀井さん嬉しいですね。いや、36年前作ったね、このリメイクがフューチャー賞もらおうという、ね、いや、すごくないですか。本当感激ですよね。嬉しいです、本当に。ありがとうございます。過去と未来がつながったというかね、はい、それだけ注目されている、期待されている、はい、ということなんじゃないでしょうか。はい、まあ、もう本当1ヶ月半で発売ですからね、皆さん、一緒に楽しんで1ヶ月半後にプレイしましょうということで、今日は最後まで、ご覧いただき皆さん本当にありがとうございました。ドラゴンクエスト3、そして伝説へ、発売日11月14日となります。楽しみに待っててくださいということで、皆さんね、引き続き東京ゲームショー楽しんでいってください。本日はドラゴンクエスト3のステージお楽しみいただきありがとうございました。Okay.